岡本木道作、半七鳥物帳より、寛平の詩。1、歴史小説の老体家、T 先生を赤坂のお宅に訪問して、江戸の昔のお話をいろいろ伺ったので、私はまた、かの半七老人にも会いたくなった。T 先生のお宅を出たのは、午後3時ごろで、 赤坂の大通りでは仕事師が家々の前に門松を立てていた里親の店先には七八人の男や女が狭そうに押し合っていた年末を売り出しの紙びらや縦看板や赤い蝶ょや紫の旗や濁った楽隊の音やかんばしった蓄音機の響きやそれらの色彩と音楽とが一つに溶け合って しわすの港のちまたに慌ただしい気分を作っていた。もう数えびだ。こう思うと私のような暇人が方々のお邪魔をして歩いているのはあまり心ない仕業であることを考えなければならなかった。私ももうまっすぐに自分の家へ帰ろうと思い直した。そうして電車の停留場の方へぶらぶら歩いていくと お来らい中でちょうど半七老人に出会った。どうなすったこのごろしばらく見えませんでしたね。老人はいつも元気よく笑っていた。実はこれから伺おうかと思ったんですが、年の暮れにお邪魔をしても悪いと思って。なあに、私はどうせ隠居の身分です。盆も暮れも正月もあるもんですか。 あなたの方さえご用がなけりゃ、ちょっと寄っていらっしゃい。渡りに船というのは全くこのことであった。私は遠慮なしにその後についていくと、老人は先に立って格子を開けた。ばあや、お客様だよ。私はいつもの六畳に通された。それからまたいつもの通りに良いお茶が出る。うまい菓子が出る。 忙しい師走の社会と遠くかけ離れている老人と若い者とは時計のない国に住んでいるように日の暮れる頃までのんびりした心持ちで語り続けた「ちょうど今頃でしたね京橋の泉屋で素人芝居のあったのは」と老人は思い出したように言った「なんです素人芝居がどうしたんです?」 その時に一騒動持ち上がりましてね。その時には私も少し頭を痛めましたよ。あれは確か安静馬年の十二月。年の暮れにしては暖かい晩でした。泉屋というのは大きな金物屋で、店は具足町にありました。うち中が芝居き違いでしてね。 ととうとう大変な騒ぎを追っ始めてしまったんです。えその話をしろというんですかじゃあまたいつもの手柄話を始めますからまあ聞いてください。安政5年の暮れは案外に暖かい日が4、5日続いた。七は 朝飯を済ませて、それから八丁堀の旦那方のところへ聖母にでも回ろうかと思っていると、妹のおくめが台所の方から忙しそうに入ってきた。おくめは母のお民と名人下に所帯を持って、時わずの師匠をしているのであった。姉さん、おはようございます。兄さんはもう起きていて。 女中と一緒に台所で働いていた女房のおせんはにっこりしながら振り向いた。あらおくめちゃん、お上がんなさい。大変に早くどうしたの少し兄さんに頼みたいことがあって。と、おくめは後ろをちょっと見返った。さあ、お入んなさいよ。おくめのかげには、まだ一人の女がしょんぼりと立っていた。 女は三十七八の粋な大年までおくめと同じ商売の人であるらしいことはおせんにもすぐに悟られた「あのお前さんどうぞこちらへ」たすきを外して会釈をすると女はおずおぞ入ってきて丁寧に挨拶した「これはおかみさんでございますか私は下屋におりますもじきよと申しますもので」 こちらのおもじふささんには、毎度お世話になっております。いいえ、どういたしまして。おくめこそ年が行きませんから、さぞご厄回になりましょう。この間に、おくめは奥へ入ってまた出てきた。もじきよという女は、彼女に案内されて、神経の尖ったらしい青ざめた顔を半七の前に出した。もじきよは、 こめかみに頭痛口を貼って、その目も少しちばしっていた。兄さん、早速ですが、このもじきおさんがお前さんにおりいって頼みたいことがあるというんですがね。奥目は死災ありそうに、この青ざめた女を引き合わした。うん、そうか。と、半七は女の方に向き直った。もし、お前さん。 どんなご用だか知りませんが、私にできそうなことだかどうだか、伺ってみようじゃありませんか。出し抜けに伺いまして、誠に恐れ入りますが、私もどうしていいか思案に余っておりますもんですから、かねてご懇意にいたしております、文字ふささんにお願い申して、こちらへお仕掛けに伺いましたようなわけで。と、文字清は畳に手をついた。 お聞き及びでございましょうが、この十九日の晩に、具足町の泉屋で、年忘れの素人芝居がございました。そうそう、とんだ間違いがあったそうですね。泉屋の事件というのは、半七も聞いて知っていた。泉屋のうちじゅうが芝居ちがいで、年の暮れには近所の人たちや出入りの者どもを集めて、 年忘れの素人芝居を催すのが年々の例であった。今年も十九日の夕方から幕を開けた。それはすこぶる大がかりのもので、奥座敷を見まほど打ち抜いて、正面には間口三間の舞台をしつらえ、衣装や小道具の類もなかなか贅沢なものを用いていた。役者は店のものや近所のもので、ちょぼ語りの太夫も、 ゲザの生やし方も皆素人の道楽者を借り集めてきたのであった。今度の狂言は、中心蔵の三段目、四段目、五段目、六段目、九段目の逸幕で、泉屋の僧侶息子の角太郎が、早野勘平を務めることになった。角太郎は今年十九の華奢な男で、 普段から近所の若い娘たちには役者のようだなどと噂されていた。若旦那の勘兵はハマり役だと見物の人たちにも期待された。舞台では喧嘩場から山崎街道までの三幕を滞りなく演じ終わって、六段目の幕を開けたのは冬の夜の五つ、午後八時過ぎであった。 幾分はお追将も混じっているであろうが、若旦那の勘兵をぜひ拝見したいというので、この前の幕が開く頃から、遅ればせの見物人がだんだんに詰めかけてきた。食材や火鉢の置きどころもないほどにぎっしり押し詰められた見物席には、女のおしろいや油の匂いがむせるようによどんでいた。たばこの煙も渦を巻いてみなぎっていた。 男や女の笑い声が外まで漏れて、しわすの往来の人の足を止めさせるほど華やかに聞こえた。しかし、この陥落のさざめきは、たちまち哀愁の涙に変わった。角太郎の勘平が腹を切ると、生々しい獅潮が彼の衣装を真っ赤に染めた。それは、用意の範の囲ではなかった。 普通の表情がすごいほどに真に迫っているのを驚嘆していた見物は彼がセリフを言い切らぬうちに舞台にがっくり倒れたのを見てさらに驚いて騒いだ。勘平の刀は舞台で用いる金貝針と思いのほか鞘には本身の刀が入っていたので角太郎の切腹は芝居ではなかった。 夢中で力いっぱい突き立てた歯の切っ先は本当に彼の脇腹を深く貫いたのであった。苦しんでいる役者はすぐに楽屋へ担ぎ込まれた。もう芝居どころの沙汰ではない。驚きと恐れとのうちに今夜の年忘れの宴会は崩れてしまった。角太郎は舞台の顔をそのままで 医師の手当てを受けた。青白く作った顔はさらに青くなった。おびただしく出血した傷口はすぐに幾張りも縫われたが、その経過は思わしくなかった。角太郎はそれから二日二晩苦しみ通して、二十一日の夜中にもがき死にの無ごたらしい終わりを遂げた。その弔いは、 23日の昼過ぎに泉屋の店を出た。今日はその翌日である。しかしこのもじきおと泉屋との間にどんな関係が結びつけられているのか、それは半七にも想像がつかなかった。そのことについてもじきおさんが大変に悔しがっているんですよ、と奥目がそばから口を添えた。 よの青い顔には涙がいっぱいに流れ落ちた。親分、どうぞ、敵を取ってください。敵誰の敵を私のせがれの敵を。半七は煙に巻かれて相手の顔をじっと見つめていると、もじきよは潤んだ目を険しくして、 彼をにらむように見上げたその唇はかんもちのようにあやしくゆがんでぶるぶるふるえていた「泉屋の若旦那は師匠お前さんの子かい」と半七はふしぎそうに聞いた「はい」ふーんそりゃ初めて聞いたじゃああの若旦那は今のおかみさんの子じゃないんだね 角太郎は、私のせがれでございます。こう申したばかりではおわかりになりますまいが、今からちょうど二十年前のことでございます。私が中橋の近所で、やはり時わずの師匠をしておりますと、泉屋の旦那が時々遊びに来まして、自然、まあ、その、お世話になっておりますうちに、私はその翌年に、 男の子を産みました。それが今度亡くなりました格太郎でじゃあその男の子を泉屋で引き取ったんだねさようでございます泉屋のおかみさんがそのことを聞きましてちょうどこっちに子供がないから引き取って自分の子にしたいと私も手放すのは嫌でしたけれども向こうへ引き取られれば 立派な店の後取りにもなれる。つまり本人の出世にもなることだと思いまして、生まれると間もなく、泉屋の方へ渡してしまいました。で、こういう親があると知れては、世間の手前もあり、当人のためにもならないというので、私は相当の手当てをもらいまして、せがれとは一生縁切りという約束をいたしました。 それから下屋の方へ引っ越しまして、今日まで相変わらずこの商売をいたしておりますが、やっぱり親子の人情で、一日でも生みの子のことを忘れたことはございません。せがれがだんだん大きくなって、立派な若旦那になったという噂を聞いて、私も陰ながら喜んでおりますと、とんでもない今度の騒ぎで、私はもう、 木でも違いそうにもじきおは畳に食いつくようにして声を立てて泣きだした「2へえそんないきさつがあるんですかい私はちっとも知らなかった」と半七は,は飲みかけていたキセルをポンとたたいたそれにしても 若旦那の死んだのは富士の災難で誰を恨むというわけにもいくめえと思うがそれともそこには何か理屈がありますかえはい分かっておりますおかみさんが殺したに相違ございませんおかみさんがまあ落ち着いて訳を聞かしておくんなせ若旦那を殺すほどならば 最初から自分の方へ引き取りもしめえと思うが、聞く人の無知をあざけるように、もじきよは涙の間にすごい笑顔を見せた。角太郎が泉屋へもらわれてから五年目に、今のおかみさんの腹に女の子ができました。おてると言って、今年十五になります。ねえ、親分、おかみさんの両見になったら、 格太郎が可愛いでしょうか自分の生みの娘が可愛いでしょうか格太郎に家督を譲りたいでしょうかおてるに相続させたいでしょうかふだんはいくらいい顔をしていても人間の心は鬼です。邪魔になる格太郎をどうして亡き者にしようかくらいのことは考えつこうじゃありませんかまして格太郎は旦那の隠し子ですもの。 腹の底には女の妬みもきっと混じっていましょう。そんなことをいろいろ考えると、おかみさんが自分でしたか、人にやらせたか、楽屋のごたごたしている隙を見て、本物の刀とすり替えておいたにそういないと、私が疑うのが無理でしょうか。それは私の邪推でしょうか。親分、お前さんは何とお思いです 泉屋の息子にこうした秘密のあることは、半七も今までまるで知らなかった。なるほど、文字記をの言う通り、角太郎はママ子である。しかも主人の隠し子である。たとえ表面は美しく自分のちへ引き取っても、おかみさんの胸の奥に冷たいしこりの残っていることは否まれない。ましてその後に自分の実施ができた以上は、 格太郎に身代を渡したくないと思うのも女の情けとしては無理もない。それがこうじて今度のような非常手段を企むということも必ずないとは受けあえない。半七はこれまで種々の犯罪事件を取り扱っている経験から人間の恐ろしいということもよく知っていた。文字記用は無論、 いののさんを我が子の敵と一途に思い詰めているらしかった「親分察してください私は悔しくって悔しくって」「いっそ出馬包丁でも持って泉屋へ暴れ込んで安畜賞をずたずたに斬り殺してやろうかと思っているんですが彼女は次第に神経が高ぶって物おしいほどに取りのぼせていた」 ここでうっかり消しかけるようなことを言ったら、山犬のような彼女は誰に喰らいつこうも知れなかった。半七は逆らわずに黙ってタバコを吸っていたが、やがて静かに口を開いた。すっかりわかりました。ヨーガす、私ができるだけ調べてあげましょう。女債はあるめえが、当分は誰にも内緒にして。 いくら自分の子になっているからと言って、角太郎を殺した女将さんは、無事じゃあ住みますまいね。女将できっと、仇を取ってくださるでしょうね。と、もじきおは念を押した。そりゃあしれたことさ。まあ、何でもいいから、私に任せておきなせ。もじきおをなだめて返して、半七はすぐに出る支度をした。 おくめは後に残って、姉のおせんと何か喋っていた。兄さん、ご苦労様ね。まったく泉屋のおかみさんが悪いんでしょうか。と、半七の出る時に、おくめは後ろから囁ささくように聞いた。そりゃあわからねえ。なんとか手をつけてみようよ。半七は,はまっすぐ京橋へ向かった。 いくら御用聞きでも何の手がかりもなしにむやみに泉屋へ乗り込んで千儀立てをするわけにはいかなかった。彼は金物屋の店先を素通りして町内の頭のうちを訪ねた。頭はあいにく留守だというので彼はその女房と二子と三子と挨拶して別れた。これからどこへ行ったものだろう。 往来に立って思案しているうちに、半七は後ろから自分を追いかけてきた人のあるのに気がついた。それは五十以上の町人風の男で、悪い生活の人ではないということは一目にも知られた。男は半七のそばへ来て、丁寧に挨拶した。まことに失礼でございますが、お前さんは、 神田の親分さんじゃございますまいか。私は芝の老月町に鉄物塗生をいたしております大和屋十兵衛と申すものでございますが、ただいまあの頭のうちへ少し相談があって訪ねて参りますと、頭は留守で、おかみさんを相手に何かの話をしておりますところへ、お前さんがおいでになりまして、おかみさんに聞くと、 あれは神田の親分さんだというので、良い織柄と存じまして、すぐにお後を追って参りましたのですが、いかがでございましょうか。ご迷惑でも、ちょいとそこらまでご一緒においでくださるわけには。ようございます。お供いたしましょう。十兵衛に誘われて、半七は近所のうなぎ屋へ入った。 こじんまりした南向きの2階の縁側には、もう春らしい日陰が柔らかに流れ込んで、そこらに並べてある鉢植えの梅の面白い枝ぶりを明るい障子へ墨絵のように映していた。あつらえの魚の来る間に、二人は差し向かいでチョコのやりとりを始めた。親分も、 お役目柄でもう何もかもご承知でございましょうが、泉屋のせがれもとんだことになりまして、実は私は泉屋の女房の兄でございます。今度のことにつきまして、死んだものは今さらいたし方もございませんが、さてその後の評判でございますが、人の口はまことにうるさいもので、 妹も大変心配し重右衛門は思い余ったように言った「角太郎の返しについては生みの母のもじきよばかりでなくその秘密をうすうす知っている出入りの者のうちにはやはり同じような疑いの目の光をおかみさんの上に投げているものもあるらしい」。重右衛門はそれを苦に病んで 今日も町内の頭のところへ相談に行ったのであった。どうして本身の刀とすり替わっていたか、ないないそれを調べてもらいたいと存じまして、万一つまらない噂などを立てられますと、妹が実にかわいそうでございます。兄の口からこう申すもいかがでございますが、 あれは全く正直なおとなしい女でございまして格太郎を生みの子のように大切にしておりましたのにそれを何か世間にありふれたママ母根性のようにでも思われますのはいかにも心外でともかくも弔いは昨日済みましたからこれから何とかいたしてその間違いの起こった筋道を仙義いたしたいと。 存じておるのでございますその筋道がよくわかりませんで妹が何かの疑いでも受けますようでございますと妹は気の小さい女ですからあんまり心配して気違いにでもなりかねませんそれが不憫でございまして」と十右衛門はが紙を出して鼻をかんだ。 文字清も気違いになりかかっている。泉屋の女将さんも気違いになるかもしれないという。文字清の話が本当であるか、十右衛門の話が偽りであるか。さすがの半七にも容易に判断がつかなかった。芝居の晩にはお前さんも無論見物に行っておいでになったんでしょうね。と半七はチョコを置いて聞いた。 はい見物しておりました。楽屋には大勢詰めていたんでしょうね。何しろ楽屋がせもございまして八条二十人ばかり離れの四丈半に二人役者になるものはそれだけでしたがほかに手伝いが大勢でおまけに衣装やらかつらやらがそこら一杯で足の踏み立てられないような混雑でございました。 しかしみんな町人ばかりでございますからそこに大小などの置いてあろうはずはないのでございます。最初に命名の小道具類を渡されました時に格太郎もいちいち調べてみましたそうですからその時には決して間違っておりませんのでいよいよ舞台へ出るという間際に多分取り違ったかすり替えられたか。 一体誰がそんなことをしたのか、まるで見当がつきませんので困っております。なるほど。半七はほとんどチョコをそのままにして腕を組んでいた。十右衛門も黙って自分の膝の上を眺めていた。一匹のハエが障子の髪を忙しそうに渡っていく足音がかすかに響いた。 旦那は八条にいたんですか四条藩の方ですか四条藩の方におりました。小八、長次郎、和吉という店の者のと一緒におりました。小八は衣装の手伝いをして、長次郎は湯や茶の世話をしていたようでした。和吉は役者でございまして、仙崎屋五郎を務めておりました。 それからおかしなことをうかがうようですが若旦那は芝居のほかに何か道楽がありましたかえと半七は聞いた「五将棋の類の勝負事は嫌いである女道楽のうわさも聞いたことがないと」と十右衛門は答えた「お嫁さんのうわさもまだないんですねそれはないない決まっておりますので」 もんはなんだか迷惑そうに言った。こうなれば何もかも申し上げますが実はたらきのお冬という女に手をつけましてもっともその女は器量もよし気立ても悪くないものですからいっそ世間に知られないうちに相当の狩り親でもこしらえて嫁の披露をしてしまった方がいいかもしれないなどと。 親たちもないない相談しておりましたのですが、思いもつかないこんなことになってしまいまして、つまり両方の運が悪いのでございます。この恋物語に半七は耳を傾けた。そのお冬というのは、いくつでどこのものです。年は十七で品川のものです。どうでしょう そのお冬という女にちょいと会わしてもらうわけには参りますまいか。何しろ年は若うございますし、格太郎が不意にあんなことになりましたので、まるで気抜けがしたようにぼんやりしておりますから、とても取りとめたご挨拶などはできますまいが、お望みならばいつでもお合わせ申します。なるたけ早いがようございますから、 お差し支えがなければこれからすぐにご案内を願えますまいか承知いたしました二人は飯を食ってしまったらすぐ泉屋へ出向くことに相談を決めた十右衛門が待ちかねて手を鳴らしたときにあつらえのうなぎをようよう運んできた三十右衛門は急いで箸を取ったが 半七は六ろ六くろくに飯を食わなかった。彼はついのをもう一本持ってきてくれと女中に頼んだ。親分はよっぽど召し上がりますか。と十右衛門は聞いた。い,いえ、野暮な人間ですからさっぱりいけないんです。だが今日は少し飲みましょうよ。顔でも赤くしていねえと景気がつきませんや。と半七はニヤニヤ笑っていた。 紋は妙な顔をして黙ってしまった。女中が持ってきた一本の得利を半七は手酌で続けて飲み干した。南に日を受けた暖かい座敷で真昼に酒を飲み過ごしたので半七の顔も手足も年の町で売る飾りエビのように真っ赤になった。どうです渋っかみはいい加減に染まりましたか 半七は熱い頬をなでた。はい、いい色におなりでございます。と、十右衛門は仕方なしに笑っていた。そうして、こんなに酔っている男を泉屋へ案内するのは、なんだか心もとないようにも思ったらしいが、今さら断るわけにもいかないので、彼は感情を払って半七を表へ連れ出した。 半七の足元は少し乱れて向こうからサケを下げてくる小僧に危うく突き当たりそうになった「大家分大丈夫ですか」「十右衛門に手を取られて半七はよろけながら歩いた」「飛んだ人に飛んだことを相談したと」と十右衛門はいよいよ後悔しているらしく見えた「旦那どうぞ裏口からこっそり入れてください」 半七は言った。しかし、まさかに裏口へも回されまいと、十右衛門は少し躊躇していると、半七は店の横手の路地へ入って、ずんずん裏口の方へ回っていった。その足取りはあまり酔っているらしくも見えなかった。十右衛門は追うようにその後についていった。すぐにお冬戸に合わしてください。裏口から入った半七は、 広い台所を通り抜けて女中部屋を覗いたがそこには三人のあから顔の女中が固まっていてお冬らしい女の姿は見えなかった「お冬はどうした?」と十右衛門は障子を細めに開けるとあから顔は一度にこっちを振り向いてお冬は夕べから気分が悪いというのでおかみさんの指図で離れ座敷の四畳半に寝かしてあると答えた。 その四畳半は、十九日の晩、角太郎の楽屋に宛てた小座敷であった。縁伝いで奥へ通ると、狭い中庭には、大きな難点が赤い玉をふさふさと実らせていた。二人は障子の前に立って、十右衛門がまず声をかけると、障子は内から開かれた。障子を開けたのは、お冬の枕部に座っていた若い男で、 お冬は髪も隠れるほどによぎを深くかぶっていた男は小作りで色の浅黒い額の狭い眉の濃い顔であった十右衛門に挨拶して若い男は早々に出て行ってしまったあれがさっきお話申した仙崎弥五郎の脇地ですと十右衛門が言った よぎを買いあって布団の上に置き直ったお冬の顔は半七がけさあったもじきよの顔よりもさらに青ざめてやつれていた。生きた幽霊のような彼女は何を聞いても要領を得るほどのはかばかしい返事をしなかった。彼は恐ろしいその世の悪夢を呼び起こすに耐えないようにたださめざめと泣いているばかりであった。 この二三日の春めいた陽気に騙されて、どこかでカゴのウグイスが鳴いているのも、かえって寂しい思いを誘われた。お冬の胸に燃えていた恋の火は、灰となってもう崩れてしまったのかもしれない。彼女は過去の楽しい恋の記憶については、何も話そうとしなかった。しかし、惨めな彼女の現在については、 不十分ながらも半七の問いに対してキレキレに答えた。旦那や女将さんは自分に同情してもったいないほど優しくいたわってくださると彼女は語った。店の人たちのうちでは脇地が一番親切で今朝から店の隙を見てもう二度も見舞いに来てくれたと語った。じゃあ今も見舞いに来ていたんだね。そして どんな話をしていたんだ」と半七は聞いた「あの若旦那がああなってしまってはこのお店に奉公しているのもつらいから私はもうお暇をいただこうかと思うと言いましたら脇地さんはまあそんなことを言わないでともかくも来年の出替わりまで辛抱するがいいとしきりに止めてくれました」 半七は「いた。いやありがとう。せっかく寝ているところをとんだ邪魔をしてすまなかった。まあ体を大事にするがいいぜ。それから大和屋の旦那お店の方へちょいとご案内を願えますまいか。はいはい。十右衛門は先に立って店へ出て行った。半七はよろけながらついて行った。 さっきの酔いがだんだん発したと見えて、彼の方はいよいよほてってきた。だな、店の方はこれでみんなお揃いなんですかと、半七は帳場から店の先をずらりと見渡した。四十以上の大番頭が帳場に座って、そのそばに二人の若い番頭がそろばんをはじいていた。他にも、 かのは吉ともう一人の中年の男が見えた。四五人の小僧が店の先で金釘の二を解いていた。はい、ちょうどみんな揃っているようでございます。と、十右衛門は帳場の火鉢の前に座った。半七は店の真ん中にどっかりとあぐらをかいて、さらに番頭や小僧の顔をじろじろ見回した。 ねえ、山戸屋の旦那。愚足町で名だけ者は、聖将校様と泉屋だというくらいに、江戸中に知れ渡っているご体家だが、失礼ながら随分太り締まりだと見えますね。ねえ、そうでしょ週殺しをするような不定奴らに、飯を食わして給金をやって、こうして大切に飼っておくんだからね。店の者は、 みんな顔を見合わせた。十右衛門も少し慌てた。もし、親分、まあお静かに、この通り往来に地庫をございますから。誰に聞こえたって構うもんか。どうせ引き回しの出るうちだ。と、半七はせせら笑った。やいこいつら、よく聞け。てめえたちは揃いも揃ってふらちなやつだ。 衆殺しを奉還に持っていながら知らん顔して奉公しているという方があると思うか。え嘘をつけ。この中に衆殺しの貼り付け野郎がいるということは、俺がちゃんと知っているんだ。たかが盛っ込みたいような子女一人のいきつから大事の主人を殺すというような、そんな心得ちげえの大それた野郎をこれまで飼っておいたのがそもそもの間違いで。 ここの主人もよっぽどの秋めくらだ。俺がお歳暮にカンガラスの五っぱも閉めてきてやるから、黒焼きにして自薬に飲めとそう言ってやれ。もし、大和屋の旦那、おめえさんの目玉もちっと曇っているようだ。物置きへ行って、悪で二三度洗ってきちゃあどうだね。何を言うにも相手が悪い。しかも酒には酔っている。 手のつけようがないので、ただ黙って聞いていると、半七は調子に乗ってまた怒鳴った。だが俺にとっちゃあ幸せだ。ここで周殺しのトガ人をひっくくっていけば、八丁堀の旦那方にもいいお歳暮ができるというもんだ。さあこいつら、いけシャーシャーとした面をしていたって、どのネズミが白いか黒いか、俺がもう睨んでいるんだ。 てめえたちの主人のような秋めくらだと思うと、ちっとばかり当てが違うぞ。いつ両腕が後ろへ回っても決して俺を恨むな。とんだ梅川の浄瑠璃で、縄かける人が恨めしいなんぞとつまらねえ愚痴を言うな。嘘や冗談じゃねえ。神妙に覚悟していろ。十右衛門はたまらなくなって、半七のそばへおずおず寄ってきた。もし、 親分お前さんだいぶ酔っていなさるようだからまあ奥へ行ってちっとお休みなすってはどうでございます。店先であんまり大きな声をしてくださると世間へ対してまことに迷惑いたしますからおい和吉親分を奥へご案内申して。はいと和吉は震えながら半七の手を取ろうとすると。 彼は横っらを歪むほどに殴られた。ええ、うるせえ何をしやがるんだてめえたちのような貼り付け野郎のお世話になるんじゃねえ。いやいやい、なんで人の面を睨みやがるんだてめえたちは週殺しだから貼り付け野郎だと言ったがどうしたてめえたちも知っているだろう。貼り付けになる奴は裸馬に乗せられて江戸中を引き回しになるんだ。 それから鈴が森か小かっぱらで高い木の上へ縛り付けられると、つき手が両方から槍をしごいてとが人の目の先へ突きつけて、ありゃありゃあと声をかける。それを店りというんだ。よく覚えておけ。店りが済むと、今度は本当に右と左の脇の下を何べんもズブリズブリつくんだ。 この恐ろしい刑罰の説明を聞くに耐えないように、十右衛門は顔をしかめた。脇地も真っ青になった。他の者も,も皆息を呑んで、言い知れぬ恐怖に身をすくめていた。どの人も死の宣告を受けたように、瞬きもしないでしばしは沈黙を続けていた。冬の空は青々と晴れて、表の往来には、 明るいいの光が満ちていった。半七はとうとうそこに酔い倒れてしまった。店の真ん中に寝そべっていられては甚だ迷惑だとは思ったが誰もうかつに触ることはできなかった。まあしかたがない。じっとの間そうしておくがいい。十右衛門は奥へ入った 主人夫婦と何か話していた。店の者は思い思いに自分の受け持ちの用向きに取りかかった。やがて小半時もたったかと思うと、今まで眠っているように見せかけていた半七はにわかに起き上がった。ああ、よった。台所へ行って水でも飲んでこよう。何、お構いなさるな。わしが自分で行きます。 半七は台所へ行かずにまっすぐに奥へ回った。中庭の縁からひらりと飛び降りて大きい南天の葉の影にカエルのように腹ばって隠れていた。それから少し間を置いて脇地の姿が同じくこの縁先に現れた。彼は抜き足をしながら四畳半の障子の前に忍び寄って うちの様子をうかがっているらしかった。やがて彼がそっと障子を開けたとき、難点の影から半七が顔を出した。障子のうちでは男の潤んだ声が聞こえた。その声があまりに低いので半七にはよく聞き取れなかった。しまいにはじれったくなったので彼はそろそろと隠れ場所から抜け出して、 泥棒猫のように縁にはい上がった。脇地の声はやはり低かった。しかも涙に震えているらしかった。ねえ、今も言うとおりのわけで、私は若旦那を殺した。それもみんなお前が恋しいからだ。私は一度も口に出したことはなかったが、とうからお前に惚れていたんだ。 どうしてもお前と夫婦になりたいと思い詰めていたんだ。そのうちにお前は若旦那と。そうして近いうちに表向き嫁になると。私の心持ちはどんなだったろう。お冬丼、察しておくれ。それでも私はお前を憎いとは思わない。今でも憎いとは思っていない。ただ、 むやみに若旦那が憎くってならなかったいくらご主人でももう堪忍ができないような気になって私は気が狂ったのかもしれない今度の年忘れの芝居をちょうど幸いに日陰町から出来合いの刀を買ってきて幕の悪魔間際にそっとすり替えておくとそれがうまくいってそれでも若旦那が血だらけになって 楽屋へ担ぎ込まれた時には私もそう身に水を浴びせられたようにぞっとしたそれから若旦那がいよいよ息を引き取るまで二日二晩の間私はどんなに怖い思いをしたろう若旦那の枕元へ行くたびに私はいつもぶるぶる震えていたそれでも若旦那がいなくなれば遅かれ早かれ お前は私のものになると。それを思うと、うれしいが半分、苦しいが半分で、今日までこうして生きてきたが、ああ、もういけない。あのおかっぴきはさすがに商売で、とうとう私に目をつけてしまったらしい。彼が死んだような顔をして身をののかしているのが、障子の外からも想像された。 脇地は鼻を詰まらせながらまた語り続けた。おかっぴきは店へ来て酔っ払っているふりをして、週殺しがこの店にいると怒鳴った。そして当てつけらしく貼り付けの講釈までして聞かせるので、私はもうそこにいたたまれなくなったくらいだ。そういうわけだから、私はもう覚悟を決めてしまった。 ここの店から縄付きになって出て、牢へ入れられて、引き回しになって、それから貼り付けになる。そんな恐ろしい目に遭わないうちに、私は、人思いに死んでしまうつもりだ。くどくも言う通り、私は決してお前を恨んじゃいない。けれども、お前というもののために、私がこうなったと思ったら、 もちろんお前から言ったら若旦那を殺した敵だとも思うだろうけれど私の心持ちも少しは察してどうぞかわいそうだと思っておくれ若旦那を殺したのは私が悪い私が謝るその代わりに私が死んだ後ではせめてお線香の一本も供えておくれそれが一生のお願いだ ここに、給金のためたのが二両一部ある。これはみんな、お前に預けていくから。声はいよいよ曇って低くなったので、それからあとはよくわからなかったが、お冬のすすり泣きをする声も折々に聞こえた。国町のやつ、午後二時の鐘が響いた。それに驚かされたように、 障子のうちでは人の立ち上がる気配がしたので、半七は再び南天の茂みに隠れると、縁を踏む足音が力なく聞こえて、脇地は縁伝いにしょんぼりと影のように出て行った。泥足をはたいて、半七は縁に上がった。それから再び店へ行ってみると、脇地の姿はここに見えなかった。 帳場の番頭を相手にしばらく世間話をしていたが、脇地はやはり出てこなかった。時に脇地さんという番頭はさっきから見えませんね。と、半七は空とぼけて聞いた。さあ、どこへ行きましたかしら。と、大番頭も首をかしげていた。使いに出たはずもないんですが、なんぞご用ですか。 い,いえ、なに。だが、外へでも出た様子だかどうだか、ちょいと見てきてくれませんか。小僧は奥へ入ったが、やがてまた出てきて、脇地は奥にも台所にも見えないと言った。それから、山戸屋の旦那はまだおいでですかと、半七はまた聞いた。へえ、山戸屋の旦那はまだ奥にお話をしていらっしゃいますようで。 私がちょっとお目にかかりたいとそう言ってくれませんか。襖を締め切った奥の居間には主人夫婦と十右衛門とが長火鉢を取り巻いて昼でも薄暗い空気の中に何かひそひそ相談をしていた。女将さんは四十前後の人品の良い女で眉の後の薄い額を曇らせていた。半七はその席へ案内された。 もしだな若旦那の仇は知れました」と半七は小声で言った「えっ?と」とこっちへ向いた三人の目は一度に輝いた「お店の人間ですよ」「店のものと十右衛門はひ膝乗り出してきた「じゃあさっきお前さんがあんなことを言ったのは本当なんですか?」 酔ったふりして散々んん失礼なことを申し上げましたが、賭賀人はお店の脇吉ですよ。脇吉が三人は半信半疑の目を見合わせているところへ、女中の一人が慌ただしく転げ込んできた。何かの用があって裏の物置へ入ると、そこに脇吉が首をくくって死んでいたというのであった。 首をくくるか、川へ入るか、いずれそんなことだろうと思っていました。と、半七はため息をついた。さっき、大和屋の旦那からいろいろのお話を伺っているうちに、若旦那とお冬どんのことが耳にとまりました。それから芝居の時に若旦那と同じ部屋にいたという脇地のことが気になりました。若旦那とお冬どんと脇地と、 この三人を結びつけると、どうしても何か色恋のもつれがあるらしく思われましたから、まずおフードに会ってそれとなく聞いてみますと、脇地が親切にたびたび見舞いに来てくれるという。いよいよおかしいと思いましたから、店へ行ってわざと聞けがしに怒鳴りました。山と屋の旦那はさぞ乱暴な奴だともおぼしめしたでしょうが。 正直のところ、私は店のためを思いましたので。私がキャッツを縛っていくのは造作もありませんが、あいつが受童して吟味を受ける。教場が決まって江戸中を引き回しになる。吟味中も色々の引き合いでこちらがご迷惑をなさるでしょうし、第一、ここのお店から引き回しのとが人が出たと言われちゃ、お店ののれんに傷がつきましょうし。 自然これからのご商売にも触るだろうからと存じましたから、どうかしてキャッツを縄付きにしたくない。あいつとても引き回しや貼り付けになるよりも、いっそ人思いに自滅した方がましだろうと思いましたので、わざと相手をどかしてやったんです。もう一つには、私も確かにキャッツと見極めるほどの立派な証拠を握ってはいないんですから。 まあ、手探りながらに、むやみにあんなことを言ってみたんで、もし全く本人に何の覚えもないことならば、他の人たちと同じように、ただ聞き流してしまうでしょうし、もし覚えのあることならば、とてもじっとしてはいられまいと、こう思ったのがうまく図にあたって、あいつもとうとう覚悟を決めたんです。詳しいことは、お冬丼からお聞きください。 3人は唾をのんで聞いていた。半七さん、いや、恐れ入りました。と、十右衛門はまず口を切った。とが人を縛るのがお前さんのお役でありながら、自分の手柄を捨てて、この家ののれんに傷をつけまいとしてくだすった。そのお礼は何と申していいか。 それに甘えてもう一つのお願いは、どうかこれを表向きにしないで、脇地はあくまでも乱心ということにして。よろしゅうございます。親御さんやご親類の身になったら、逆張り付けにしても飽きたらねえとおぼしめすでもございましょうが、どんなむごい仕置きをしたからといって、死んだ若旦那が帰るというわけでもございませんから。 これも何かの因縁とおぼしめして、脇地の後始末は、まあ、いいようにしてやってくださいまし。重ね重ね、ありがとうございます。だが旦那、このことは無論内分にいたしますが、江戸中にたった一人、正直に言って聞かせなければならないものがございますから、それだけは最初からお断り申しておきます。 半七は男らしく言った。江戸中に一人、と十右衛門は不思議そうな顔をした。この席じゃちっと申しにくいことですが、下屋にいる文字清という時わずの師匠です。泉屋の夫婦は顔を見合わせた。あの女も今度のことについてはいろいろ勘違いをしているようですから。 特心の行くように私からよく行って聞かせなければなりません。と、半七は言った。それから余計なお世話ですが、若旦那のお達者でいる間はまたいろいろご都合もございましたろうが、もうこうなりました上は、あの女にもお出入りを許してやって、ちっとはご面倒を見てやってくださいまし。あの年になっても亭主を持たず、 だだんだん年はとる。頼りのない女はかわいそうですからね。半七にしみじみ言われて、女将さんは泣きだした。まったく私が行き届きませんでした。明日にも早速訪ねていって、これからはきょうだい同様につきあいます。すっかり暗くなりました。 半七老人は立って頭の上の伝統をひねったお冬はその後も泉屋に奉公していましてそれから大和屋の中戸で泉屋の娘分ということにして浅草の方へ縁づかせましたもじきをも泉屋へ出入りをするようになって二三年の後に師匠を辞めて やはり大和屋の世話で芝の方へ縁づきました。大和屋の主人は親切な世話好きの人でした。泉屋は妹娘のお寺に婿を取りましたが、この婿がなかなか働き者で、江戸が東京になると同時に素早く商売替えをして時計屋になりまして、今でも山の手で立派に営業しています。 昔の縁で私も時々遊びに行きますよ。発祥人でもおなじみの通り、江戸時代には素人のお座敷狂言や茶番が流行りまして、それには中心蔵の五段目六段目がよく出たものでした。衣装や道具が難しくないせいもありましたろう。私も読んどころないぎり合いで幾度も見せられたこともありましたが、 この泉屋の一軒があってから不思議に六段目が出なくなりました。やっぱりなんだか心持ちが良くないと見えるんですね。